大地の裂け目の近くに。大地の裂け目の近くにこんな谷があるなんて知らなかったぜ。神獣の気配を感じるわ。探してみましょう。これがオイラの戦略。
してぶっ飛ばすのせたぜ。はしない。どうする？行く。だいぶ金がたまったな。重くて動きづらいから使っちまおうぜ。邪魔者。急いで。この調子で行こう。後悔し、俺たちと出会ったことを。逃がしはしない。問題なく勝てたな。この調子で行こう。これだ。俺が参る。背中は任せたぞ。余計かわれ。ザミエザ。負けた。はっ。は、土の神獣を倒しに行くわよ。ああ、早く神獣を全部倒してここの宝石を採掘しに行きたいぜ。ぶっ飛ばすのせたぜ。相手が悪かった。おいら負ける気がしない。俺一人で十分だ。道を切り開いてやるぜ。楽しくなってきたぜ。すぐに叩くわ。いつってよっよっ邪魔だ。俺が前に出る。背中は任せたぞ。弱すぎて暴れ足りないぜ。俺は強く。任せろ。宝石ってうまいのか。戦闘開始だ。協力して倒すぞ。ま、こんなところかな。これだ。重くて動きづらいから使っちまおうぜ。
意しろ。敵大人止まれ。金がたまる一方で使い道に困るな。戦闘開始だ。協力して倒すぞ。行くの手だぜ。喜んでないで先を急ぐぞ。慣れるしかないな。中間、壁になりそうだ。なるほど、こちらの攻撃は全然通じないようだ。あのバリアを何とかするしか道はないってことだ。撃破した神獣はこれで4体になったな。あと4体、やっと半分倒したね。やっと半分。神獣いる。この塔いると、オイラ、中心の血が騒ぐ。夜は魔物が活発になる時間帯よ。注意して進みましょう。
当然の勝利。次の目的地に急ごう。一人でもおいら、行くぜ。問題なく、この調子で行こう。本気を出せばこんなところさ。協力してぶっ倒すぞ。おいらたち強くなった。背中を任せるぞ。
弱すぎて暴れ足りないぜ。俺たちの邪魔だ。問題なく勝てたな。この調子でいこう。協力してぶっ飛ばす。僕の手だぜ。金がたまる一方で使い道に困るな。戦闘開始だ。協力してどうぞ。そこだ。まずいな。そうだよ。マジはしない。間違いない。俺は強く。新しい武器でも買いに行かないか。後悔しない。俺たちと出会ってくれ。すごく高い。オイラの出番。乗せたぜ。そこを動くな。相手が悪かった。俺たちの敵じゃなかったな。すぐに叩き切ってやるぜ。すぐに倒して発揮するぞ。相手が悪かったね。
負けていられない。俺も逃げ出したいけど、やるしかないんだよな。真珠、5体倒せた。あと OK、任せな。
くしてぶっ倒すぞ。ドトン、夢を捉えた。誰がクラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。クラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。
使った方がいいんじゃないか。俺たちと相手が悪い。こんなところで。お宝が眠ってそうな気配がするな。盗賊の血が騒ぐぜ。光の神獣の気配を感じるわ。探してみましょう。背中は任せなさい。
本気を出せばこんなところさ。行くぜ。オッケー、任せな。一人でも十分だったな。後悔した。俺たちと出会ったことは。金が結構貯まったな。新しい武器でも買いに行かないか。
してぶっ飛ばすぞ。遠慮はしない。乗せたぜ。敵が道を塞いだから、すぐに倒して発見するぞ。光の神獣のお出ましか。さっさと倒してしまおう。やるな。できないから。
油断したか。やるな。2体目の神獣を倒したぜ。あと2体よ。もう少しね。